皆さんこんにちは、ミナントロです。本日はですね、なんと原神シンフォニーに行ってきたので、その感想動画を撮ろうと思います。撮ろうと思いますっていうか、公開しようと思います。私が行ってきたのは東京で開催された原神シンフォニーです。開催時期は2022年12月3日ですね。昼の部と夜の部がありまして、私は夜の部に行ってきました。あ、すごいね。もう行く前はただチケットだけ必死に取って、その後は何もしてなかったんですけど、行ったらすごく良かったので、ちょっと動画にしたいと思って動画を作りました。よろしければ見て、最後まで見ていってください。まずチケットなんですけど、そうですね、今回のチケットは争奪戦が結構すごかったらしくて、チケットの広告が突然出てきましたね。1ヶ月ぐらい前だったかな、開催ので。今回は E プラスというウェブサイトで発売されました。まあ皆さんおなじみの E プラスです。ツイッターでもコンサート専用のアカウントが作られていました。ちょっと私はあんまりチェックしてなかったんですけど、まあ別にチェックしてなくても全然いけました。あ、でこの動画すごいネタバレを挟むので、まあ、これから公演行く予定の方でもうネタバレ見たくないっていう方は、ちょっとブラウザバックした方がいいかもしれない。まあそんな人見てるとは思わないけど、はい。グッズ販売は事前情報ではカミングスーンになっていたらしいんですけれども、当日はねなかったみたいですね。まあ、なかったみたいっていう伝聞の理由なんですけど、ちょっと私コンサート行くのが久しぶりすぎて遅れてしまいました。ちょっとそれマジあかんかったなーって、いや予定を詰めすぎてしまいました、その日に限って。でコロナのキャンペーンで通常より安く買えたんですね、チケットが。何か GoTo キャンペーンみたいなものの、まあ、最近のバージョンですね。で2000円少なく入れました。でそうですね、その場合はコロナのワクチン証明書3回っていうのがありましたね。で入場特典もありました。はい、入場特典はこちらのアクリルスタンド付きのチケットとイラストです。こちらはね非売品みたいです。実際の入場のするためのチケットは E チケット、まあ、つまり電子チケットで、特に形となるものはもらいませんでした。まあ、こちらは非売品のようです。はい、まさかこんなねグッズのようなものもらえるとは思ってなかったので、ラッキーって思いました。で東京公演なんですけど、今回弾いてくれた方はですね、こちらにある通り東京フィルハーモニー交響楽団ということで、実際、まあ、皆さんご存知かもしれませんが、原神の音楽っていうのはそれぞれの国に合わせて、例えばモンドだったらヨーロッパがメインモデルなので、ヨーロッパのロンドンの、楽団がメインで楽曲を作っていたんですけれども、まあ、今回は、全部の曲がこの東京フィルハーモニー交響楽団さんが、弾いてくださってました。で指揮者の方はこちらですね。はい、すごい良かったですよ、本当に良かった。でこれは東京の話なんですけれども、大阪の場合は大阪の交響楽団の方が、演奏するらしいので、まあ、こちらも違った楽しみ方があるのかなと思います。まあ、概要全体としての感想なんですけれども、そうですね、私の席は一番遠い階だったんですけれども、それでもすごく良かったですね。場所は、渋谷の文化村で、開催されました。初めて行ったんですけれども、いい場所ですね。はい、そんなに大きくない場所なんですけれども、すごく良かった。音はね、もう私素人なんでそんなに語れるものはないんですけれども、それでもね、盛り上がる曲が盛り上がる時とかはすごく臨場感があって、もうね涙がちょちょぎれるかと思いました。それぞれの国の曲が少しずつ聴けたんですね、今回は。例えばモンドと、あとなんだっけ、リウエと稲妻と、少しスメールもボーナスでありました。
このね、事前情報ではこちらの情報しかなかったみたいですね。あの一部モンド、二部リーウェ、三部稲妻でしたけれども、アンコールで、スメールをいくつかやっていただきました。はい、曲のラインナップはね、あのこちらに書いてあるものがメインだったかなと思います。少しずつ曲が聴けたおかげでテイストが全然違って、世界を旅してるような気持ちになれました。例えばあのモンドは安心ハッピーな感じで、リーウェは賑やかですね。人がたくさんいる中闊歩するような音楽だったりとか、あと盛り上がりがねすごい、リーウェはいいなって。稲妻はねミステリアスな感じとかね、まあもう皆さんゲームでご存知かと思いますけれども、はい、それを本当にゲームの世界に入って聴けるような感じでしたね。そう、あの没入感が結構すごくて、今回はあのモニターもあったんですよ。モニターとあのライティングも結構すごくて、カラフルになったり、あと壁に模様が反映されたりしておしゃれでした。あとモニターがね、あのもちろんあの楽団の方々の、映像もいろんなカットから映すんですけれども、あとはゲームのシーン、まあ、原神 OST の、 あの YouTube の動画の一部をあの映像で流したりとかして、あの実際にゲームの中にいるような気分でしたね。ディルクがいたり、アルベドがいたり、タルタリアがいたり、勝利先生がいたり、そんな感じでした。会場の雰囲気なんですけれども、会場はねほとんど人が埋まっていて、あんまり空いてる席はなかったですね。結構ね一人の方多かったかなっていう印象です。で、セットリストの情報ですね。第1部はモンドでしたね。私はちょっと最初が一番聞けなかったので、まあ、大体聞いたとは思うんですけれども、最初はモンドの1日詩人の仕事あったらしいですね。私が聞けたのは、覚えてるのはディルックの暁ワイナリーの曲からかな。はい、その前はあのモンドの戦闘の曲も確かあったと思います。で、その後はねアルベドのシーンが出てきて、銀色のなんとか銀色のなんとかっていう曲ですね。はい、個人的にモンドで一番好きな曲は、まあ、村の曲もいいんですけど、アルベドのキャラクター紹介の曲がすごく臨場感があって結構好きなんですけど、それは流れませんでした。 あとね、トワリンの終焉のフィナーレっていう曲がねすっごく良かった。あのここ映像流してくれてすごく良かった。あのあ、それは戦ったなーってずいぶん前にトワリンと戦ったなーっていうのをちょっと思い出して懐かしみに浸りました。で、この後は休憩があって、だいたい一部は30分ぐらいで終わりました。はい、休憩が終わった後はリーウェの曲に入りました。リーウェの曲めっちゃいいですね。めっちゃいい、全部の曲がいいけどいいです。リーウェの曲は特にアレンジがすごかったなって思いますね。多分あの楽器の問題があるかなと思います。今回あのフィルハーモニー楽団さんはあの東京の、楽団さんなので、そうですね、もしかしたらあの中国の楽器を弾けるプロの方がいらっしゃらなかったのかもしれないと思いました。最初の曲があのなんと怪盗祭の曲で、なんか違うバージョンでした。高い音かな。で、でも怪盗祭の時のライティングがすごい良かった。あのカラフルで怪盗祭でしたよ本当に。はい、怪盗祭の夜を思い出しました。そこでもめっちゃめっちゃ盛り上がって、うおーリーウェすげーってなった後に、リーウェの街でねポン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 って始まります。はい、でその後リーウェの昼の曲、その後にタルタリアの曲が入りましたね。タルタリアのキャラクター紹介の曲が入るのはちょっと意外でした。でその後勝利の曲、勝利の、キャラクター紹介の曲が入って、その後は勝利先生がお茶を飲んでいながら聴いてる曲がありました。でその後に、これもねちょっと意外だったんですけど、カンウの曲がありましたね。カンウの曲ちょっと聴いたことなかったんで、まあ、持ってないんでねいいなって思いました。のどかな曲だった。
で、その後はタルタリアのもう一つの曲があったんですよ。タルタリア推しがすごい公式のタルタリア推しがすごい。あ、でね、ジャクダ竜王の曲はなかったですね。ジャクダ竜王も盛り上がるんじゃないかなと思いましたけど、あと個人的にリーウェイの時に気になったのはことがね、なぜか3つあったことですね。1つはおそらく日本のもので、まあ、稲妻で使われていたものだと思うんですけど、多分リーウェイだけで2つ使ってたかなと思います。まあ、ちょっと楽器に詳しい方いらっしゃったら教えてください。モンドはピアノメインだったけれども、リーウェイはエレキギターとフルートが目立ってたと思います。はい、リーウェイが一番長かったです。45分ぐらいかな。はい、ここでももはや冠類ですね。盛り上がりがすごかったです。15分の休憩を挟んで最後は稲妻でした。こちらはまあ少し少なめだったかな。でも30分弱だったと思います。正直稲妻は全部ストーリー私はクリアしたんですけれども、それでも曲名知らないものがいくつかあったかな。これなんていう曲なんだろうっていうのがちょっと ありましたね。そうですね。でも日本公演のいいところは日本の楽器奏者がいて、日本の笛、日本の横笛とか、三味線を生で演奏してくれたことですね。これは、まあ、リーウェイを正直私はオリジナルの曲で聴きたかったなという気持ちもあるんですけれども、いやこれはこれで私三味線好きなんで良かったなと思います。はい、これがあの日本公演で聴けることのメリットですね。稲妻の曲についてはライデン将軍の音楽や、あとは神里綾香のキャラクター紹介の曲があったと思います。あとはですね、まあ、どの町にも共通することなんですけれども、基本的には戦闘の曲とあと町の曲は絶対やってくれてました。はい、私が覚えてる限りではとりあえずこんな感じです。だいたい一通りは終わって、で拍手喝采っていう感じで一度聞き返したんですけれども、指揮者の方が戻ってきてアンコールでスメールの曲をやってくれました。スメールについては最初の曲がスメールのオープニングの曲で、まあ、1分半ぐらいの演奏だったんですと思うんですけれども、その後すぐ終わるのかなと思ったらまた指揮者の方が来てくれて、で2曲目もう一回やりますって言って演奏してくれて、それも、まあ、2分弱ぐらいの曲だったと思います。でもさすがにもう各種喝采だし終わるかなと思ったらまた来てくれて、あもう一回やりますって言って今度はねスメールの戦闘の曲やってくれました。はい、もうどれもね素晴らしかったですよ。やっぱスメルの曲は結構ラッパーが目立っていて良かったですね。あんまりネイティブの曲、ネイティブの楽器、中東で使われてるような楽器とか必要なのかなと思ってたんですけれども、まあなくてもねほとんど原曲に近い曲だったと思います。はい、もう今回はすっごい全部良かった、本当に最高でしたよ。はい、もう行く機会があるならばぜひ行っていただきたいなって思いますね。やっぱり音楽をゲームで聞くのもいいけれども、現場でね実際に誰かが弾いてるのを聞くと感動が倍増すると思います。さて今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ゲーム配信の方もやっていまして、主にツイッチなんですけれども、まあ、ツイッチの方を見ていただくですとか、まあ、YouTube でもたまに気が向いたらやったりします。切り抜き動画みたいなものも上げていきたいなと思っていますので、よろしければ見ていってください。それでは、ありがとうございました。バイバイ。